とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は相棒を紹介したいと思います。相棒、こいつです。誰かっていうと、俺自身なんですけども、スイッチ版でログインしてます。まあ、もともとスイッチ版でもソフトとアカウントは持ってたんですけども、昨日から、こいつも動かし出しました。なぜかっていうと、二つのアカウントですると、古代狩りがめちゃくちゃはかどるんですよね。ちなみに相棒のレベル、まだ63です。すぐ上がる。もう100ぐらいまではおそらく速攻で上がるんですよ。で、古代狩りでレベルを9、このキャラクターで捧げさせて、で、一人の古代人をボロボロ出していきます。ボロボロ出して倒していきます。そうすると、俺のアカウントと、こいつのアカウント、二つに、古代人からの報酬が出ますので、報酬は2倍っていうことですよね。これは厳選がはかどるよ。ということで、とりあえず今日は、レベル上げを少しやってから、古代狩りに一度行ってみたいと思います。では、行くぞー。では行きましょう。あのね、プレステ版で2人プレイみたいなのしてみたんだけども、画面を共有してるから、置いていけないんだよね。なので、スイッチと分けると、置いていっても大丈夫だし、出てきたアイテムは、その場に落ちてきてくれるので、回収もできる。っていうことですごくいいんですよね。なんで、古代狩りとかも、アカウント、別のやつで、入ってもらって、あとはもう入り口で放置してもらえれば、アイテムは入手できるし、まあ俺一人で攻略していけばいいだけなんで、いいんですよね。本当にね、レベルは面白いぐらい上がる。あ、上がった上がった。多分レベル100ぐらいまでは、こんな感じでいけるんじゃない？このハテナハテナハテナを、普通に高速で周回1回するだけで2は上がるもんね。なので古代狩りで行くと多分ね4ぐらい上がるんじゃないかな、1回で。なので9レベルを捧げたとしてもまたすぐにレベルは回収できるので大丈夫でしょう。めちゃくちゃこれはねいい感じになると思います。あった。ただただ放置しとけばいいだけなんでね。まあ、こんな楽な方法はない。まあ、スイッチが、あと2台あるので、それを全部使うっていう方法もあるけども、いや、ま、さすがにそこまではしなくていいのかな。それでは、古代狩り来ました。行ってみましょうか。このキャラクターはここで待機ですね。待機。で、チェスト21か。出ない可能性あるな。あ、で、装備は、ツタノムチの採掘者3で行きましょうか。まあ、マルチだけども、全部俺だから、バブルで行っても全く問題なしですね。バブルでサクサク進んでいきましょう。いいね。これでいいやつが出てきてくれればいい。ああ、でもなんかラグいな。若干ラグいけども。まあ大丈夫でしょう。来た出ました、出ました。よし。もう幸運つけていっていいからね。ああ、いや、別に意味ないか。幸運は意味なかったよ。よっしゃー。で、俺は外れ、おお！俺のサブの方、ミステリーアーマーです。やりました。で、いいのが出たら、俺の方に、ギフトすればいいもんね。まあ、できれば、俺のアカウントで出てきてくれた方が、いいんだけどね。そうすると、視聴者さんにも、いい装備を配れるようになるので、まあ、俺ので出てきてくれたが一番いいけども、サブの方に出てきてくれても、全然構いませんね。2周目はいい感じかもしんないね。チェストが10で、もうすでに1個外れを引いてるので、おそらく、出る。2、3体は出るんじゃない？うわぁ、また外れ！来た。
サブ赤の方、ミステリーアーマーでーす。いいねー、また来たー。いい感じー。もうサクサクいけるのはいいですね、本当に。またかよ、もう。あ、で、サブの方は、ミステリー3連続。どうなってんだ、これ。めちゃくちゃいい感じで出てきてくれる。あとは、いいものが出てきてくれるだけ。いけ！またかよ、もう！またかよ！ああ、サブの方も、爆縮ですね。なんだ、この偏りは。今回、むちゃくちゃ出る。2周目、むちゃくちゃいいね。なんか来て、勇者！ああ、ミステリー来た。で、ああ、相方の方、勇者です。いいよ。いいよいいよ、この調子に。おーし、また出た。すっごいいい地形だもんね。地形が素晴らしい。あー、でもダメ。おー、相方英雄。最高です、最高。はい、ということで戻ってきました。俺のやつはいいのが出ておりませんでした。サブアカの方で出たやつで一個ちょっとマシなやつがあったのよね。それが、これはいらないや。これです。ミステリーアーマーの、ポーションのクールダウンマイナス 40% と、武器ダメージを 20% 上昇させるオーラ。だね。で、それに、ポーションバリアとクールダウン、雪玉がついてるやつです。まあ、波のやつなんだな。惜しい。惜しいと言っときましょう。まあ、こんな感じで、今後、ニアカを使って厳選をやっていきます。チャンスは2倍ですね。2倍になったチャンスで、なんとか素晴らしい装備を出していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。